皆様、こんにちは。社会疫学教授の近藤直樹と言います。社会疫学分野はですね、すいません。はい。社会疫学というのは、健康の社会的な決定要因について明らかにすること、そしてですね、そしてそれが、健康の社会的決定要因で生み出される健康格差の実態を解明すること、そして社会環境が健康に及ぼす影響を定量的に明らかにすること、それこそ今コロナのパンデミックで社会が大きく変化しております。そういう状況でどんな方の健康が特に脅かされているのか、そういったことを大きなデータを使って分析します。また人と人との関係、社会を作る非常に大事な要素ですけれども、これと健康との関係を明らかにします。そしてこういった知見を踏まえて健康格差をいかに是正するか、そういった介入方法を考える、社会を変えたときに変える、手法を開発し、その効果を検証します。で、ここに今進行中の主なプロジェクトを書いておりますけれども、高齢者の、長期追跡研究ですね、JGIS 研究や社会的処方、医療の、現場と地域社会、福祉活動をつなげる活動ですね、これの効果検証を進めたり、あとはいろんな企業と一緒に公正な健康社会を作るための介入研究を進めたりしています。あとは新たな社会疫学の因果推論手法の研究、そして今後のポストコロナの社会デザインをですね、どのようにするかなんてことも、WHO や世界銀行と、あと厚生労働省とも連携しながら行っています。助教スタッフ3人おりまして、それぞれ、今のところすべて MD なんですけれども、非常に、ただの MD じゃなくてですね、ユニークなバックグラウンドを持っています。例えば井上助教は因果推論の専門家であります。で、佐藤は MD じゃなかったですね。経済学出身で元厚生労働技官という、状況の人です。そういった長谷田プライマリー気配という形になっています。ちょっとだけ紹介しますと、これが高齢者30万人の追跡研究になっています。全国60の自治体と、研究を進めて、自治体が行っている、いわゆる地域包括ケアの活動ですね。データをもとに、いろんな部署と連携して、街を変えていくことで高齢者の介護予防を進める。こういった活動、本当に効果があるのかということを追跡研究で検証したところ、効果がありそうだ。特に男性に効果があり、所得が低い人にも効果がありそうだ、なんてことが分かっています。他にもですね、足立区で行った、交互科学の戦略に基づく、野菜摂取を増やす取り組み。これも所得が低い人にも効果がありそうだ、とかですね。通いの場事業、これ全国で今400億円かけて進められている事業ですけれども、これにも参加すると、介護予防になりそうだということがエビデンスで示されています。あとは、博報堂という会社が開発したエンタメ型の、検診を活用した、コロナ対策プログラムですね。コロナじゃない、メタボ対策ですね。はい。これもですね、職位に関わらず効果がありそうだなっていうものを見ております。はい。以上の、あとはですね、これが先ほど言った社会的処方の普及に向けて、医療現場で簡便に使える、貧困と孤立のスクリーニング、項目なんかを開発したりしております。はい。以上ですね、社会的薬、このように、健康格差の視点で社会を、見て、それを解決していくための様々な取り組みを行っております。興味ある方は午後の個別の分野別説明会にご参加ください。